はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。あっけすよ、とえば生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が亡くなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の歯医者でございますけどもね、右上奥歯の治療の続きが行われました。すごくね、この進行がね進んでいたんですけどもね、虫歯の進行がね進んでいたんですけども、頑張ってね、この通い詰めた結果ですね、とりあえずこの部分の神経を全て抜き切ってもらうことができました。もうね、この部分っていうのはすごいね、痛みが激しかったんですよ。今まで数々のね、虫歯ができてた中ですね、もう群を抜いて痛かったんちゃうかなと思いますね。なのでね、この部分は痛みはもう出ないと思うんですけども、昨日はその神経を抜いただけで、結局そのまま仮蓋をされて終わりました。この結局神経抜いて治療は一段落したんかなと思うんですけども、それやったらもうそのままね、普通の詰め物にして、はい完成っていう風にしてくれたらね、よかったと思うんですけどもね。そんな機能なんですけどもね、まず診察室に呼ばれて、座ってエプロンをつけてもらって、先生からね、あれから具合どうですかって聞かれて、いえ、何も順調ですよと言ってからね、ちょっと先生からの説明がそのままあるんかなと思ったら、はい、ではね、もう前回の続きをしていきますので、今回も麻酔から始めていきますねという風な感じでね、椅子をガーッと倒されながらね、こう先生から言われて、歯茎のいつものね、麻酔前のこの薬をこう塗り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 されて、でこうマッサージされてね、またね、その無痛麻酔が始まりました。そこで気づいたんですけども、その注射器のね、方向をね、何回も変えてね、何回もこの注射針をね、刺してたんですよ。でそれにね、今までっていうのは気づかないほどのね、技だったのでね、もうそれに昨日気づいたんでね、ちょっとね、感動しました。そんなにもいっぱい刺してるなと思いましたね。そしてうがいを一回刺してもらってね、でドリルでその仮蓋をね、こう削っていくところがね、始まって、で削り終わったらね、今度はその神経のこの通り道をね、その拡大していく作業がね、行われていくという流れでね、治療はそのまま進んでいったんですけども、その終わってからね、時計を見たらですね、最終的にはその神経を抜き切るまでにね、1時間かかってました。治療というのはね、もちろんずっと口をガーって開けてるんですけども、特に奥歯やからね、こう大きめのね、グワーっていうのお口をね、開けっぱなしにしてるわけですよ。だから1時間もね、大きめに口を開けっぱなしにしていたら、休憩をね、挟みながらやってもね、1時間ってね、相当疲れます。前回もそうやったんですけども、だからね、今回もそうなんですよ。前回のようにね、途中で疲れてきて、寝かけてしまうという事態になってたんですけども、そうなるとね、人っていうのはね、力がね、勝手に抜けてきてね、口がね、閉じてくるんですよね。だから今回はそんな閉じてくる口ね、口かせのようなね、口をこう開けっぱなしにできる器具をね、してもらいました。それも唇をね、全開にこうグワッて開けるもんじゃなくって、口の中でその噛み合わせたこの歯の片方だけにこのガチッとかますように、でそれを噛む、自分の力で噛んでも閉じないよっていう状態にして、だから何の力もね、入れずに口をずっと大きめに開けることができたので、もう余計にね、睡魔が襲ってきてね、楽やったけどほんまに寝そうになりました。毎回ですけど、ずっと言ってますけどね、その麻酔が上手な先生なのでね、麻酔の注射針をね、刺す瞬間もね、痛くなかったしね、ほんまにね、快適な治療だったんですよ。でほんでね、その状態で神経を抜かれているわけですけどもね、今回やってるその神経っていうのは奥歯ということで、神経を通してる穴がね、すごいね、曲がりくねって入り込んでて、でそのね、入り込んでる道をドリルでね、ガーって削って、まっすぐにね、もうトンネルを作るようにね、まっすぐに舗装しながら、このその先に見えてきた、こうは見えてへんですけど、鏡越しで、ちっちゃいね、鏡越しで見るんでしょうね。で見えてきた神経をね、またそのねじれた針金の長いやつでね、こうゴリ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 にこそぎ取られていく作業が始まってね、その時もね、体で感じる振動と、その体を通って聞こえてくる音だけが伝わってきて、全く痛みをね、感じずに治療は進んでいたんですよ。でその時にね、その感じた振動と音がね、すごくいいっていうのはね、リズムを刻んでてね、心地よくなっている
来るぐらいね、ほんま楽ちんやったんですよね。で先生のね、この手もですね、まあ、男の先生なんですけども、そこまでこう奥にぐわってねじ込まれてくることもなくてですね、ほんまにこの指先でね、あのねじれた針金をね、こう繊細な動きでね、こう扱ってくれたんです。それでもまあゴリ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 言ってるから、繊細って言ったらまあなんて言うんでしょうね、あの誤解があるかもしれないんですけど、でもそんな風に感じたんですよ。でそんなね繊細な動きをしてたのにはね、あの理由がありまして、その繊細な動きが始まるまでにね、こう治療が始まってからね、まあ、30分ぐらいが経ったんですけども、その時にね実はね、その唇の左側にね、何かこう針金のようなフック状のものをね、こうクッてかけられてて、こんなグイじゃなくてないんですけども、ほんまにこうサッとこうなんか乗ってるなみたいな感じでかけられてて、それがかけられてから繊細な動きに変わったんです。そのねフック状というものはね、実はですね、なんか電気信号を送受信してするもので、このフックの先からねこうコードがね出てて、そのコードの先は先生のその作業台の上にある、あの小さなねこれぐらいのモニターにつながってました。でその装置を使って電気信号の跳ね返りでね、その神経を抜くときにねじれた針金が穴を開けた道のどこまで入ってるかっていうのを調べながらしてもらったので、体のへの負担がねこう少なくして、あの右奥歯の神経をね完全に抜き取ってもらうことができたんですよ。そしてねその後はまたその消毒液を入れてもらって、で今回もしっかりとしたね仮蓋をしてもらってね、次はちゃんとした蓋をしますねと言われて家に帰ってきました。ほんでね、まあ、その仮蓋に関してはですね、まあ、1回思うんですけども、ほんまに頑丈なんですよ。なのでね、何でも食べられるとね勘違いしてしまうんですよね。まあでもほんまに何でも食べれるとね勘違いしてしまうほどの頑丈なので、ほんまに普通の歯のような感じなんです。まあね、今までのね先生、まあいつもの先生にやってもらう仮の豚は、帰ってくる頃にはなんかもうボロ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 車の中でもなんか口の中でジャリジャリしてきたような感じがあって、でもうな2日3日経ったらもう完全に仮豚取れていたっていうような状態がね続いてた中、今ほんまにね、そのピンチヒッターで、あの担当してくれてる先生がやってくれる仮蓋はもう仮蓋とは思えないぐらいほんまに頑丈なんです。まあ、頑丈なんですけども、その仮蓋をね、まあ爪とかね、まあ、爪楊枝でこうピッピッてこう触ってみたらですね、実際の歯のようにですね、このカチカチってするような硬い状態ではなくて、あの砂消しのようなね、あのあるじゃないですか、ボールペンとか消せるような砂消し、あんな感じのような、あの固めの消しゴムをねこうつっついてるような感覚で、まあ、歯とは違う偽物感っていうのはねはっきりと感じられます。これがね、まあ、次回はね最終的な薬を入れてもらって、ちゃんとした詰め物をしてもらえるようなのでね、まあ、10月11月ぐらいですかね、その、まあ、年をまたいでとりあえず続けてきたこの右上奥歯もね、まあ、ここで次回で終了すると思うんで、まあ、ようやく一段落してくれるだろうなと思います。そんな次回の予約というのがですね、まあ、来週にねまたね同じ先生でやってもらいますのでね、また安心してね身を任せていきたいと思います。そんな感じでね、右上奥歯の神経をやっと全部抜いてもらえたけど、それだけの作業で1時間かかっちゃったよというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。